ね、あ、じゃあ、あと、はい、後ろ下がっていいですか。え、何ですか。いや、いいです。あ、いいですか。なんかね、紹介しないといけないもんなんですよ。あ、そうなんですよ、いろいろあるんです。あ、そうです、そうです、ね、はい、はい、あ、すいません、ありがとうございますなんと、はい、これは次の富士から発売ですか。富士で発売。あ、富士で発売です。腹巻き。腹巻き違います。お腹を守る、うん、冷房を聞いたところです。あ、このアングルいいですね。いいです、このアングル。ちょっと見せてください。あ、このアングルいいです大丈夫、このアングルいいです大丈夫ですか。ギリギリ、ギリギリ、ギリギリ。あ、違いましたね、こういう使い方じゃない。これどうやって使うんですか。これは、はい、カッパ。カッパじゃない、カッパじゃない、タオル。タオル、タオルなんですけど、はい、なんと、うわ、雨が降ってきた。あ、やべ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 、どうするどうする。あ、音楽慣れてない、なんで。なんとこのオートスポーツタオルを買うとして雨が降ってきてもこの帽子があるんで、はい、なんと濡れないっていうことで、じゃあ雨じゃないパターンもいきます。濡れはすると濡れはしますけども、直接頭皮にね、アイザーになってるんです。マサさん、アイザーになってるんですか。絶対どこも絵柄的に。ああ、全然気づかない。本当です。なるほど、ヘルメットかぶってるみたいになってる。ああ、そうなんですね。全然気づかなかったじゃあここちょっとカーズっぽくなんか顔とか描いた。そうですよね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ次、晴れバージョンいきます。うわー、今日暑いな、暑いな。その時、なんとモモンガだけが紫外線を守るということで、なんとこのバイザー付けのやつがこれだと、なんと見てください、紫外線から。あ、モモンガやっぱり肌が綺麗だね。そういう形になりますので、なんと雨の日も晴れの日もこのタオル使います。はい、おいくらでしょうか。おいくらですか。1980円で、なんとここに出るみたいですね。あ、ここに、はい、これ何名モモンガのサインをつけて販売します。5名。そんなことなんですか。なんと、富士で、次のね、スーパー GT 第5戦 in 富士、オートスポーツブース、オートスポーツブースですか。あ、こちらのブースで、こちらのブースですね、モモンガのサイン入りくださいって、先着5名の方、こちらサイン付き。売れ残ったらどうしましょう。もうその時はもうずっと被ってますよ、自分で。あいつサイン付き、自分の自分のしてるじゃんって。それかさりげなく自分のサインもこうやって書くじゃないですか。はい、で、あ、誰このサインモモンガ集めてんだと思って、それをきっかけにいろんなドライバーのサインもらえる。あ、なるほどなるほどなるほど。いいです、お宝。そうお宝。ちょっと証券ライブで。そうです。ということでこれが、はい、富士で発売になります。でも生地しっかりしますよね、なんかペラペラとかじゃないですしね。はい、はい、そうですね、ね、しっかりします。あ、オートスポーツって書いてあるんですね。書いてます。今も気づいてじゃあなんかドライブオンザエッジ、どういう意味か知ってます。ドライブしエッジ、エッジじゃないです、エッジなんですか。多分あれですよね、運転の向こう側的な感じですよね。運転の向こう側的な何ですか、そのイニシャル D 的な速度の向こう側みたいな。あ、それじゃないんですか。違います。違いますね。ドライブは突っ込まないでください。あ、そうですね、これキャッチフレーズ的なものなの。あ、そうなんです、そうらしいです、ね、なるほど。ということでこちらはオートスポーツボスの使いになりました、はい、そして、はい、あ、なんとこちら、はい、ご好評につき今年もやります、はい、GT トップドライバースペシャルトークショースーパーナイトイン富士2014、8月9日予選日ですね、はい、6時半からじゃんけん大会まで、はい、駐車場で P5 の駐車場で行います。なんと現在ポイントランキング2位の安田君、そして、井口、そしてミスターフィラフィッシュ脇坂君ですね。広島のつけ麺イケメン僕谷口、僕谷口、ね、うん、あ、小暮何でしたっけ。小暮の何でしたっけ。小暮のやつ、暴れ八着、小暮たかし、はい、ね、これどうしますドリキン、ドリキンは安田ですか。いや、ドリキンでいいんじゃないですか。ドリキンも多分絶対ついてたはずよね。安田君は何にしますか。なんかつけるランキングに、いや、安田、何がいいですかね。安田なんとかのケンシロウとかですか。ああ、そうですね、こいつ北斗のケンシロウ。そうですね、安田仲いいでしょ。え、仲良くないです。仲良くないです。北斗の方が仲いいと思いますね。もう大好きです。ブーマンが勝ってもらえる。井口も好き。
井口。モンキーボーイ。あ、モンキーボーイ。モンキーボーイ。ああ、そう。ね。あと、鳩胸ですね。鳩胸。ああ。めっちゃ酒強いですよ。九州出身か。なるほど。一緒に飲んだことあるんですけど。なるほど。全く言わないです。っていうか、オートスポーツさんに言いたいんですけど、ここみんななんか、わーってなって、こう、まあ、モンキーっぽいポーズですけど、この人の顔はこれで良かったですよ。ちょっと僕も気になります。暴れ八丁くん。これ、編集長。一人だけなんかこう、ちょっと、こうちょっとなんか。探したらしい。探したらしい担当者一生懸命探したらしい。だって土屋さんとねこうなってる中で一人だけこれどういう会話になるかもわからないですけどまあこれ多分楽しいですよね。これはやばいです。行きたいですね。これ司会、あ、司会は土屋圭司か。やっぱこれ土屋さんの司会ってうまいですからね。回すのがね。でなおかつね現在ランキングトップ、はい、今年はまだ出てないですね。走ってないです。走ってないですね。走ってないです。いい、この人も、まあ、走ってないですね。予選2位でしたっけ、ね、あ、そうでした。そうです、はい、ああ、もう、あれね、残念なことに、予選日と決勝日が1日だから、はい、パッて言うと決勝のイメージしかなくて、ちょっと忘れちゃいますね。うん、だってポールポジション会見みたいなとかもインタビュー形式もだってあのピットだったそうですね。だからね全然どうですか、すぐの時話しました。話してないです。じゃあちょっとやっぱ、はい、オタク部門行った方がいいんじゃないですか。モモンガオタク部門って言って国連地行った方がいいんじゃないですか。うん、行った方がいいですかね。車何台持ってるかっていうの取材許可してくれますかね。多分分かってないから大丈夫と思います。分かってないからそれだけでちょっとご相談があるんですけど、はい、これの後に、うん、この6人が出る後に、うん、なんか我々がステージやらなきゃいけないらしいんですよ。我々？あ、モンガ。ああ、いいじゃないですか、平野さんと。で、ちょっと心細いというか、絶対つまんないんで、ちょっと、マサさん。出てください。え？公開オファー。公開オファー？これだって、なんでその前にこれその仕事を受けたのかもわかんないですけど、ドリキンの後に出るっていうのをどうして私もだから、この後に出るんですか、誰もみんな帰っちゃいますよ、そんなのって言ったんですけど。なんか、やれって言われたんですよ。誰が言ったの？誰？本当ですか？って言う上の人に？そう。あいつか。あいつか。GTA のあいつか。いや、せうちの弊社。三重商工。あいつか。え、でもこれさ、だってさ、土屋さん、谷口、秋坂、俺、安田、モンキーって。その後に、はい、モモンガ平野さん俺っていうのは、はい、なんか逆に罰ゲームみたいな。そうですね、そうそう、本当そうです。暑かったらいきます。モモンガファッションショーから始まって、もうなんでそこで水着に立つんですか。しないですよ。え、これステージがあるんですよね。ステージあります。だからシナリオでとりあえず僕が司会みたいな感じでモモンガファッションショーを切って音楽流すんで、失笑でこうやってまあちょっと歩いて、で、あとはでもこれ平野さんの顔とかみんな知らないでしょ。あんまり知らないですね。モモンガどう？そうですね。だから逆にどうするんですか。僕が撮るような感じなんですか。僕が撮らなくていいんですよ。その場で、その場で。あ、その場ですか。はい。あ、いつもはこんな感じで収録してますよっていう雰囲気を出せればいいです、ね、はい。そういうことです。じゃあモモンガどう？あ、水着じゃないと。うん、いや。なんでちょっと罰ゲーム。すぐ外れたの。外れましたね。うん、だってもうこの今日着てきたこの下着持って帰っちゃうんですよ。ダメです。いいのこれ。ダメです。これ下着じゃないです。水着です。これ水着なの。水着です、水着です。じゃあ何色にする？金色にする。ダメ、金はダメです。金ほんと人前で着れない。じゃあなんで買ったんだよその。金ですか。なんか撮影用。さすが。なんですか。もうね俺ねファンの人からいろいろ聞いたもん。脇坂十一の時の方が露出度が高い。で今日は逆転した気満々だから、はい、これのスーパーナイトイン富士の後、はい、なんと水着やばい。これじゃあ何、じゃあ最後だよ。あ、別のじゃあレースクイーンさん、マサさん一緒に連れてきてください。やだよ。なんで嫌なんですか。やだよ。なんで嫌なんですか。じゃあモモンガに去年のレースクイーン来ても、でもあんまり怒られちゃうんだよね。そうですね、事務所にね、モモンガ全体的に、はい、だもんね。だから、違う、客を最後までいさせるためにラストの3分間だけ T シャツからちょっと水着になるタイムを作ってみんな残ってくれるじゃん。とりあえず最初は僕トークしますよ。
平野さんとトークして、来てくださいますか。で、予選の、まあ、どうだったかそう言いました。で、あとは裏で引っ込めていいってこと。いやいや、聞いてください、普通に。ああ、なるほどなるほど。で、あのちょっとずつあれパッて聞かれたら、桃がどん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 水着になってる。いや、なるほど。え、桃がどうしたって言ったら、そしたらシャチいたしました。シャチ、はい、シャチ。ああ、なるほどなるほど。で、何君って言うんですか。これですか、シャチオです。シャチオ、はい、じゃあシャチオシャチオを編集長が持ってきます。はい、シャチオが編集長持ってくるんで、これで。いや、だから逆に、え、じゃあみんな水着にしましょうよ。だからよくわかんないけど、上だけ水着はやばいですって、頭いかれてますもん、一人だけ水着は。松田も水着。いや、ちょっとよくわかんないですけど、その人を水着にさせたいっていう、あれがわかんないですけど、ちょっと、だって男の人の水着を見ても絶対面白くないですよ。いや、面白いです。いや、面白いです。何が絵をこう、絵を想像してください。そのステージ上に、うん、こう平野さんと松さんと私3人が水着でいるっていう絵をもうサーキットにしてもなるじゃないですか。面白くないですか、うん、いや、まだね、ギリギリね、平野さんと桃川がやらされてる感があるかもしれない、うん、俺一応チームオーナー兼あの監督みたいので、あいつ今回サーキットで水着だって俺ね、もうよくよく考えて、俺はモンガースポーツのためにいろいろやってきてるけど、はい、まずモモンガの水着をいじってる時点でもうあのオーナーアホちゃうのと思われるのもたくさんあるんで、なるほど、はい、で、ね、D1 やったりとかいろいろって、あいつ GT に集中しろっていろんなところにちゃちゃ入れられてるにもかかわらず、これで水着になったら、はい、お前何がしたいのってなるよ、ね、あとはなんかよくわかんないけど、そういうのを岡田さんとか、はい、服部さんとか見て、はい、バンドまさに伝わる確率がすごい多い。なるほど。そうするとね、マンゴーがさ、結構、なんか言われますよ、言われる、お前、俺のマンゴー食っただろって、この前すごく強くなった。何ですか、それ。会社にマンゴーが届いてたの。はいはいはい、食べちゃったんです。そう、バンドマサキやってた時、バンドマサキいなかった、社員が食べちゃった。そしたら、突然バンドマサキ会社に来て、そのね、マンゴー届けてくれた人に、俺食べたって言わなかった、はい、そしたら、おい、俺のマンゴーまだ届かないんだけど、おめえ送ったのかって送り主に電話してたら、バンゴーさん送りましたけどって、送り所番号今からいますんでって言って、おい、ちょっと送り所番号言うから控えろって。俺知ってたわけ、もうマンゴーないで、そしたら、おい、届いてんじゃねえか、マンゴーどうした怖い。で、よーっと思って、村野さん食べた、うちの、ね、マネージャー、あれ、マネージャー食べたんじゃないですかそしたら、おい、なん、送りましたみたいな、届いてんのか、おい、もう一回送れってこと、その人に。もう一回送ってもらって、そしたら、それがすぐ前の日に届いて、はい、会社にね。あ、そしたら、会社からすぐ、クール宅急便で、すぐに届いて、うんうん、で、すぐ、うちのピットが、はい、コントロールタワーに、マンゴーを4つ持ってったただ僕ね、そう、音、そんなにマンゴー食いたかったあ、そうですね、そこまでして。僕もね、60年ぐらいあの人と付き合ってるんですけど、マンゴーが好きって一回も聞かないですなんか甘いもんとかが好きだっていうのはね、聞くんですけど、とかお団子が好きだったマンゴーが好きだったのか。で、それをちょっとね、その前にマンゴー、あ、ブログなんかに書いてそしたら、違うところからまたマンゴー送られてバンドマサーキやってるだから、もしね、都合があったら、坂東正明が来るということで、はい、いいじゃないですか、坂東正明とトークショー面白いですよ、はい、俺とさん来るかもしれないです。はい、じゃあ、ぜひ、いろいろ来るかもしれません、はい、いろいろ来るかもしれません。そうですね、ただ、一つ決まっていることは、水着じゃないです。ラストの10分間は、水着じゃない、モモンガが水着に、なんで隠さんですか、なんで隠さんですか、今モモンガ水着になるということで、いいですか、はい、じゃあ、今回は、あ、いいですね最後、やっぱ視聴者の皆さんにモモンガアピールした方がいいじゃないですか、はい、こんなもん、なんていうの、ピチピチナチュラルピーチ姫のね、モモンガをよろしくお願いします、はい、そして、富士でお会いいたしましょう、はい、それでは富士で待ってます。さよなら。